ジアーは、かつて、ロードレース世界選手権、元にクラスに参戦していた、レーシングチームである。2006年、玉田誠2005年、前年までプラマックレーシングで、チームマネージャーを務めていた、ジャンルカモンティロンを代表に、コニカミノルタ・ホンダとして、ロードレース世界選手権、モートジッピークラスに参戦を開始した。マシンは、ホンダ r c 2 1 1タイヤは、 ミシュラン、ライダーには、日本の玉田誠の一大体制であった。日本 GP で3位に入ったのが、ベストリザルトとなり、ライダーズランキングで11位を記録した。翌2006年も、同体制を維持したが、表彰台の獲得はできずに、ランキング12位と成績は低迷した。2007年は玉田に代わり中野マヤがライダーとなり、新たに 800cc のホンダ RC212V を、 かることになった。しかしマシンのパフォーマンスに問題を抱え、ポイント圏内ギリギリでのフィニッシュを続けることとなってしまった。2008年シーズンは 250cc クラスの競合チームだったチームスコットと共同でチーム運営を行うことになり、チーム名はジアーチームスコットとなった。前年と同様 r c 2 1 2トにミシュランタイヤというパッケージで、 ライダーのアンドレア・ドビーツ・ヨーゾはシリーズランキング5位という良好な成績を残した。この共同体制は2008年限りとなり、スコットとジアーはよくシーズンに向けて別々のチームとしてホンダのマシンを使う権利を争うこととなった。ジアーはサンドアーマスーパーバイクチャンピオンを獲得しているアメリカ人ライダーのベン・スピーズを走らせようと計画していたが、最終的には スコットの方が2009年のホンダのサポートを勝ち取った。ジアーは2009年、スーパーバイク世界選手権の閉鎖イベントであるフィム、スーパーストック1000カップに、アプリリア RSV4 で参戦した。ライダーは、マックス・ビアジの老いのフェデリコ・ビアジと、マックスのチーフメカニックであるジョバン・ニ・サンディの息子の、フェデリコ・サンディが務めた。2010年、ジアーはこの年から、新たに始まった。 元にクラスからグランプリに復帰した。当初のライダーラインナップは、マティア・パシーニとシモをネコルし、シャシーは、日本のチームソニックレーシングが開発した、チームソニックレーシング6を使用することになったが、登録名は、元日に変更している。パシーニは、第6戦終了をもって、チームを解雇され、後継として、第7戦から第11戦までは、出島マ介が、 第12戦以降は、アレックス・デアンジェリスがライダーを務めた。デアンジェリスは、第16戦をオーストラリア GP で、表彰台の中央に立ち、チームに、グランプリ初勝利をもたらした。2011年シーズンは、デアンジェリスのみの一大体制で参戦し、オーストラリア GP を連覇している。ありがとうございます。